アイバニーズは日本の楽器メーカー、星野楽器の製造をするギターベースに名付けられたブランド。第二次大戦前に星野書店の楽器部として創業、星野楽器が輸入していたスペインのギター制作家、サルバドール・イバニエスの工房がスペイン内戦によって廃業した後、星野楽器が商標を買い取ったことが始まり、当初はイバニエス・サルバドールブランドであったが、後に アイベネスとされた。かつてアイベネスの日本語表記はイバニーズであったが1980年代半ば、海外のギタリストが発音する英語読みをカタカナ化したアイバニーズを正式な故障と改めた。1970年代後半から1980年代にかけて一世を風靡したニューミュージックバンドオフコースのギタリスト、鈴木康弘に AR シリーズを提供し、 広告等としていた。1980年代のヘビメタルブームのただ中、1987年にスティーブ・バイのシグネチュアモデル JEM を発表、同時に同様のデザインの RG を誕生させ、これがイゴドーブランドの看板モデルとなった。またその後もジョー・サトリアーニやポール・ギルバートラと積極的に エンドースメント契約を結んで人気が高まり、1990年代、中盤以降もコーン、リンプビズキットなどのヘビロックのミュージシャンに支持されていくようになる。オフスプリング、ペニー・ワイズなどのメロコア勢にも多数使用されていた。前室のほかパッド・メセニー、ジョージ・ベンソン、フランク・ギャンバレ、ジョン・スコフィールド・ラ・ジャズ・フュージョン系のアーティストにもギターを提供し、 シグネチャーモデルを生産した。廉価ブランドのアイベネスジオシリーズなど価格面でも操作性面でも優しく設計された初心者向けの製品の販売もしており、廉価版アンプも数種類用意されている。エフェクターやアンプも製造しているが、特にオーバードライブエフェクターのチューブスクリーマーシリーズはゲイリームーア、スティービー・レイボーンらも愛用するこの分野の定番商品である。 事実上世界初の市販化となった7弦ギターやエクストラロングスケールのギターなど先進的な製品を発売することでも知られている。さらに2008年には8弦エクストラロングスケールギターを発売、2009年には7弦ベースを発売、2014年には9弦28インチスケールギターを発売している。日本国外内はシグネチャーモデルポール、 ギルバートの PGM シリーズ上サトリアーニの j s テンスハーマンリのエゲン18サンダーキャット TCB-1006 日本国内。ありがとうございます。